日本版 DBS 法案閣議決定ということなんですけども、淡井圭介が両顎を殴られて行政わいせつされて、でそれについて警察に届けに行ったのに、それを受け付けてくれなかったんですよ、生田警察署。ではこういうものを作ったところで、現場の警察官の質の問題だから、もともとの刑法とかではあるでしょ。無理って言ってるのは、まあ、このものは、喋ってる内容とかじゃなくて、自分が呪われてる云々とかのことで言ってるのであって、で、髪の毛染めてるから、なあ、どうせこういうニュースを読まされるんだと思いますよ。これもよくわかんない。六法全書出来上がってからじゃなかったら。法案について、子供に関する政策に詳しい日本大学の末富香織教授に伺いました。警察記録しておくものだから、子供の性犯罪とかも、記録してるはずですよ、もともと。言ったよ、言ってる。淡井圭介は子供の頃に、流刑使ってるって。まあ、弁護士さんか、もしくは、検察庁の方かな。言った、前も教えた。民事訴訟法最後の方まで見たらわかる。刑事訴訟法と変わらん。もうこいつは頭ずっと染めて、喧嘩売りに来てるから、うん、今のが本当のことですって、ちゃんとやっと本当のことを言ってましたね。あ、さっきの法律名の、何回もテレビで放送してますからね、わからない。この放送自体、本当に今日の時間軸かわかんないです。2024年の今日は、ね、いやもうこの世の中、本当にめちゃくちゃ一回になった後だから、3月19日火曜日、僕が目線外した時、向こうの方では強くなってるっていうことを言ってた会話聞こえたんですけども、それは出演者、報道ステーションの出演者、いや、サタデーステーションですね。サタデーステーションの、高島屋が身勝手に言い始めたことであって、強い云々の意味を分かってない、どれだけ人を助けたかだから、そこに価値があるわけであって、法律に強いっていうのは裁判官が身勝手に棄却することじゃないんですよ。どれだけのことが起きてるかっていうことを見て、でそれで法律名と、何条なのかを求めてきた時点で、裁判官がおかしいです。で今の立憲民主党の方、淡井圭介本人っていうことを分かってるのか分かってないかで態度、他の人も、僕の声だったら分かるはずなんですけど、淡井圭介って。まあ、浜子と呼ばれた方で死んでた、そうなってたんですよ。だからもう分かんない。もう以前の映像何回も流れてますから。いや、だから議員の中にも性犯罪者の親が混ざってたっていうのは分かってるから、松原兵庫県の NHK、 その息子、まあ親が離婚して母親と一緒に住んでるらしいですけども、住んでるというか精神病院に入れられてるんですけども、その松原の息子と思われる人物、レイプしたみたいですね。この世の中はこれだけおかしいのに、テレビでもおかしなことしてるでしょ。さらに岸田総理自身についても、いや、浜子って呼ばれてた人は60代そこまで行って委員会にかなり昔に出ましたからね。辛坊治郎さんと、あと、なんとか人っていうね、あの男、もともと新谷っていう名札をつけていた新鋭フーズに所属した男だった可能性がありますね。もうめちゃくちゃです、本当に。このニュースもいつのコロナのやつを再放送してるか分かんない、本当に。あんなのしょっちゅう流れてる。もう髪の毛染めたやつ混ぜたら終わり。早いとこテレビ局合併して、まず髪の毛染めてる人間からもう見て分かるところからもうやめさせて。もともと高級なんか取れるような立場じゃないよ、大学出たぐらいで。大学出た人間が余計な法律作ったり、余計な
ことをずっと増やしてる。激しい税金への食らいつき、昔からそう。で、暴走族の音が聞こえたでしょ。もう電波で置いてるやつらばっかり。あの中にジャニーズとか混ざってるんちゃうかな。もうこれ地域全体の話だから、電波でどうしても動くやつら毎回同じパターン。って言ってますけども、とあるアナウンサーの親父さんがスポーツカー乗って岡場の交差点で猛スピードで右折、じいさんです。で、建築業者の事務所で見かけました。小林真弥さんのお父さんですかって話したんですけども、いやもう全然ちゃんと話し合いしてくれなかったですね。で、その人が岡場の交差点で右折、もともと小林真弥は子供の頃僕の東山工房に遊びに来てたはずなんですけどね。だから西宮市云々とか、まあそういうふうなことで阪神・淡路大震災がきっかけで、で、本当に東京の大学を行ったかどうかなんですよね。だとしたら社会っていうものを多分間違えてる。で、多くの人間はテレビを見て間違えてます。地元にある、そんなに大学行ってんだったらもう地元の大学、東京の大学行ったら余計変になります。旅費とか余計に使うから、給与の算定表とかを先に知っといた方がいいです。売り値がもともと決まってるんですよ、販売価格は。メーカー小売規模価格もありますし、あとはその相場っていうものが変わりませんから。だからもともとその正社員の絶対数とその非正規の雇用者数の絶対数は決まってくるんですよ。で、公務員の方行けば勝ちかっていうと、法律の方でやっぱり負けますから、まあ、行政の方が先行して間違っている以上、どうしようもないんですよ、全員が。ああ、大学行った意味何だったんだろうってなりますね。ならなきゃおかしいんですよ。だって大卒の人たちが、万博招いた、オリンピック招いた、第二次世界大戦は大卒が多かった、国会議員の人たち、そこそこいた。けど、まだそれぐらいの頃だったら、高卒のその総理とかも何人も出てきてましたね。だから本当は脳の容量とか、そんなにあんまり変わらないと思いますよ。何を覚えているかと、本当に何を重点的に行っていくのかっていうことを分かってなかった、エネルギーの残存量問題を中心にね。そしたら建築業界もこんなわけの分かんない建物の作り方してない。秋ばっかりテナント。まあ、もう今日、それは僕のホームページ、淡井圭介の歴から他の人が撮影行ってくれてますけど、もともと僕は現場見に行ってる。それから撮影しに行ってる。高島彩ルート宛てで、まあ、高島彩の撮影ステーションもこの間、丸ごと同じ内容流れてませんでした。だから、それが事実だから、今なんか本当は明日でしたとか言ってますけども、まあそれに関して、小泉さんらしき人物の声なんですけども、だからこれね、他の番組とかで以前の内容そのまま放送していて、で、それを聞いて外に出てきてる連中とかも存在するんですよ。じゃあそれ最初誰が出てきたのっていう話になるんですよ。淡井圭介にまず電話しなきゃって。裁判所の法廷では本当はそうなってるんですよ。今はパトカーが動いてくれてますんで、まあけどあのパトカーが、いやーそれ逆暴走させていったの逆です。もうなんかもう動き方なんやろ、もう分かんない。もう多分総務省の管轄で、NHK があって、そこは役員さん会長一人だけなんですよ。あと全部民間のテレビ局の、まあ代表取締役とか、まあその傘下に入るような形なんですよ。 NHK 自体は税金なんですね。 NHK 料金って、
まあ、天気見て、ああ、今放送してるなっていうのは分かるんですけど、天気のところはね、それまでの部分のところは、以前の内容を放送していれば、進んでるから放送してる可能性は非常に高い。まあ、木管なんかはまずそうでしょうね。だから、まあ、台風を消滅させてる、発生させてる数は昨年17個でかなり少なくできてるんですけども、あとは2008年と、1998年ですね。1998年が16個かな、16個で、2008年が18ぐらいで、昨年が17、世界全体の数なんですよ、台風の発生してる数って。でもうこれね、だからその辺のところで誰が苦労してるのかっていうことを多くの人は分かっていなかった。だから強くなってるんだったら、気温上げるんだったら、普通に淡井圭介のところに佳子さまが会いに来たり、これは本当の話。もう書いてる、佳子さまが覚えなければならないことって、ホームページ淡井圭介の駅の一番をしっかりとまず見ること。もう統計取ってるか分かります。で、理由それだけじゃないんですよ。結局テレビ局もずっと放送してるでしょ。で、それはある程度前から言ってる。だからそれはテレビ局の出演者の人たちの責任だから。その人たちがそれを背負わなきゃならない。なりわい。業というのでしょ。業を背負わなければならないっていうのは仕事のことですよ。で、また誰か過去を合わすわとか言ってるんですけど、男性の声で、過去さん本人の声じゃない。で、過去さん本人が僕の携帯電話に電話かけたらいい。で、一つ一つ質問する。で、安藤桃の声で OK とか言ってくる声があるんですけども、これは髪の毛染めとる人がテレビに出るから邪魔をしに来ています。心臓が今ちょっとおかしくなってる。うん、その責任は、安藤桃の責任は安藤桃が背負わなきゃならない。海洋基本違反、髪の毛染めてる人間は辞めさせなきゃならない。本当にそう。文部科学大臣辞めさせたの、去年。1ヶ月前から、内閣改造の前から僕はちゃんと宣言しましたよ。勇気持って。ああいうこと言える人なかなかいないんですよ。警察動かしてくるから。精神病院の入院とか。これが本当の話。でもそういうことやめたらいいんですよ。で、政府は誤って謝罪して、自民党も。で、一回解散したらいいんじゃないですか。で、それから選挙。で、とりあえず票を流れそうなところは立憲民主党と他の党みたいな形になるんでしょうけども、それで社会制度の仕組みっていうのは医療業界全体がね、変わらなきゃならない。で、一度変わったら他国の人から何か言われても、それを変えてはならない。で、だから大学があるから他国の人と関わりたがったりとかして余計ややこしくなる。もともとおかしな人同士だったらおかしくなるんですよ。気づかれた時とかにね。間違えてるから。心の中とか頭の中で思われるから。電波でみんな繋げられてるから。電波は縦横無尽に飛んでいる。人間には個体番号、重機ネットがあってみんな番号を振り分けられてる。その中で生きてる。で、コンピューターがそれを判断してしまってる。で、この、ならない、ならない、最高気温、神戸なんか明日、8度でしたよ。普通はならない。だけども、残念ながら皇室の人たちの対応の仕方っていうものが非常にまずかった。だから、それは、グレイの人たちとかの曲でね、まあ、シキナだったかな。何かそういう風な名前の歌が2010年頃の曲なんですけども、まあまあ、悲しい歌を
こう疾走感あるような形で、風に一人かな。で、あと、けがりなきセゾン。セゾンとは季節っていう意味ですね。あと、他にもいい曲がいっぱい入ってるアルバムがあったんですけども、その中の一曲、シキナっていうものがあったんですけども、歌詞を見たときに、それ理由で気温が下がってもおかしくないでしょう。僕にぴったり当てはまっていくんですよ。今までの経緯っていうのをグレイの皆さん知ってるし、ビーズの皆さんとかも一緒に僕の勤務先に働きに来てますから、だからある程度のことを知ってる。で、アニメ業界とかもある程度のこと分かっていて、淡井圭介の結婚話ね。例えば、マウカマギカで、マミさんっていうキャラクターが頭からガブってか、食われて亡くなってるのは、本当は、もうそこまで知ってて、その、手紙持っていったんだったら、それでもはっきりしないんだったら、もう君クビだっていうことで、クビっていうのは自首のことなんですよ。刑法の。刑法に自首があるんですよ。何条だったかちょっと忘れましたけども、で、解雇とはちょっと違うんですよ。本当はそこで罰金刑で終わらす。で、それを何回か繰り返すことによって、して良いことと悪いことの区別をつける。だから相手のこともしっかりと知らなきゃならないっていうことになるんですよ。ちょっと待って、君たち芸能界って、ものすごくこういうことずっとしてるよっていうようなことをね、やめさせなかったら、キリなくなるでしょ。で、多分、岡村、ここの住宅の3階か4階に、岡村、芸人のナインティナインの岡村という男がいて、斎藤のみアナウンサーになってから、歩いているときに、ここの階段、岡村が降りていって、その2人が合流してるんですよ。で、斎藤真美ちゃんと敬語使ってたかって言ったら、僕に対して敬語使ってなかったでしょ。淡井圭介に。で、自分から告白した手紙を持ってきて、自分で回収していったでしょ。なんか挙動不審なんですよ。だからこれでテレビ出て稼げるとか最初思ったんじゃないですか。正直なところ。そうじゃないんだったら自分の名前と住所と電話番号は全員きっちり明かしますから。普通そんなに名前と住所と電話番号を隠す人間はいない。自分が会社に入社するときに名前と住所と電話番号と身分証明書はワンセットですよね。普通はそうです。世界のルールは法律ですから、僕はその基本を下げてるんじゃなくて、どう対応するかなんですよ。だからこれね、1月とか結構僕の方が踏ん張っていて、いや本当に。で、まあ、12月もそうですけど、1月、2月とそこそこ気温高かったんですよ。2月下旬ぐらいからもう崩れて、まあ、だからバレンタインの後でしょうね。だからその後の世の人たちの判断とかも影響を与えてるかもしれません。コンピューターの稼働の仕方を見るとですよ。だから例えばね、皇室の人たちが、みんなの前でね、元旦に手振ったりしてるところの場面で、いろんな時間軸の淡井圭介からの声を聞いてると、地震の情報で、それについて、ある程度聞いていると。まあ、現場に書記官がいなかったら、いろんな時間軸からの淡井圭介の声を聞いてしまうと、これはもう頭の中混乱すると思います。これは無理があると思います。だから僕も、だからホームページにそういうのを記録、どういうふうなことを伝えたかっていうのを記録し始めたのも、そういうことなんですよ。で、相手の返答している言葉に関しても、自分がいちいち名前を開示しなきゃなんない。最悪、画面が一回変わるごとに、カメラワークって言ったらいいんですかね。カメラの動き方って言ったらいいのか、画像の。その時点で、また名前にならなきゃならないかもしれない。それぐらい。だからテレビ出てる人たちに対して僕はどう思ってるかって言ったら、やっぱり最初みんな思ってたはずなんですよ。学生の頃とかテレビ出てる人を見た時に、わがままやなって。思いませんでした。ものすごく真面目な時とそうじゃない時で人間性が全員変わるんですよ。で、基本的に真面目な状態を多くの人がずっとキープしておかなきゃならない。もうもちろん精神的にしんどい時とか何か笑い話がなかったら、それはもう持たない。本当に。僕みたいに。一人暮らしでずっとね、26歳ぐらいの頃から、友達らしい友達、プライベートの時間帯に電話をかけて電話に出てくれる人がいない。これはもう26歳ぐらいからの頃で、若い人たちが聞いたらびっくりするかもしれませんけども、一回会社から離れたりすると、もうそうなりますね。で、会社にいるときは、
同僚とか先輩後輩とか上下関係で物事を見るのであって、友達っていう感覚は絶対ないんですよ。もともと同級生の人間とかが同じところで働いたりしたらその感覚は残りますけども、社会に出て働くところの会社が変わったりしたら友達っていう感覚はまずないですね。発生しなくなる。これは結構ね、多くの人に当てはまってると思いますよ。だから真面目だったら多分そうなるんだと思う。まあ電波で聞こえてきた声はみんな一回入院っていう声が聞こえてきたんですけども、それだからもうコンピューターのその昔の人の考え方、なんでもあのめんどくさいから入院させてそれでしまいにしようっていう考え方、国で税金回し合うっていう方式、あとは介護で。だから本当はもともと行政が答えを持ってるんですよ。訪問介護まで。あとは歩けなくなったら、歩いて生活するのが困難になったら、その、看取り病院だとかね、老人ホームだとか。もうそれが答えなんですよ。私が母親の介護をしてるときにもうそれしっかりと行政の人が聞いてますから、だからそれが最終的な答えなのになぜ、ああいうふうなね、連れ去り介護の春山聖子さん、一回建物2003年に解体したものが、なぜ出来上がったかって言ったら、テレビ局のそう。人口ずっと減っていってるんですよ。僕が生まれたのは1977年なんですけども、8月9日。で、その生まれるちょっと前の頃から、男性と女性の、生まれてきてる人の数は減っていってるんですよ、ずっと。だから1977年の頃と比べたら今、まあ3分の2か半分ぐらいになってますね。昨年、2022年か2022年のデータでしょうね。男性と女性の生まれている人の数は30万人ずつぐらい。大体それぐらいです。ずっとややこしい社会がこう積み上がっていって、最初の方の冒頭の映像覚えてらっしゃいますか？法律の話してるでしょ。もともとの現行で対応できるのに、行政が、なぜ警察官が淡いケースでもその強制わいせつされた件を受け付けなかったんだっていうこと、警察官がね。それについて、こんな法律の話になったのか、もともと DE なんとかっていうのをずっと放送してる。英語を覚えた人間の嫌がらせかもしれない。他の法律に当てはめて、置き換えた単語なのかもしれない。だから六法全書があればそれでいい。ここは、この国は日本だから、日本語で十分なんです。だから海外行って、海外留学してきた人間なんだからこそ、日本語に変換して、言葉を置き換えて喋らなきゃならないでしょ。だけども、それをしてないんですよ。変でしょ？じゃあ、もともと六法全書の内容だけを放送してたら、どうなってました？ね、ややこしい単語出てこなくていいですよ。多分何か悪いことしてるから、ああいうややこしい法案とかの話をして、あれ、学校とか塾とかの話あったでしょ？義務化とか、そうじゃないとか。あんなのもう昔からしますよ。テレビずーっと。だから判例までたどり着いてるのかたどり着いてないのか、現行の法律で、まあ、何があったかが重要なだけで、また裁判官の判断と。だから新しい法律なんかまずいらない。もう法律をいろいろもう少なくしていかなきゃならない。例えば軽犯罪法で働く関係のところ疑問みたいなところね。だからそれに関しては軽犯罪法違反じゃないから、ハローワークにとりあえず登録しておけば。で、実際仕事がないから、家の件数見た方が早いです。で、そんなことするから、余計な仕事を増やして、エネルギーが余計に減る。しょっちゅう車が出入りしてる。車で移動されてる。ガソリンが減ってる。石油の残存量問題。淡井圭介は若い頃、20歳ぐらいの頃、石油の技術的採掘か、金の埋蔵量は69年分。先だけずーっと掘っていっての計算ですよ。で、2011年のデータで、59年分。変わってるっていう声が聞こえてきたけども、淡井圭介のパソコンの内容は精神病院に入院させられてる時とかに変えられてんの。言ってるじゃない。家の中のもの盗まれてるって、食べられてるとか。
仮執行までの、300万の勝訴の、判決書類まで盗まれてるんですよ。それで大きな犯罪ですよ。不法侵入プラス。で、これは裁判官の、あの判決なかったら、その書類盗めないんですよ。警察官でも。これ本当ですよ。法廷に呼び出して、どういうふうなことなのかっていうことを話し合わなきゃならない。現在の科学に直すと、平成21年頃の、仮執行の勝訴ですから、その時に300万ぐらいだったから、今も500万ぐらい。こんな世の中、むちゃくちゃな世の中、嫌だったのはずが、みんなその世の中の方に傾斜してしまったんじゃないですか。まあ、テレビ局も2社2社合併、夜中と明け方の番組をなくして、テレビに出てる、以前から同じことをずっと言って、大金を得ようとしてる連中を、まあ、しっかりと、本当のことを話しするように直さなきゃなんない。顔じゃないですよ。生き方ですよ。